県内ではきょう新たに277人の感染が確認されました感染が確認されたのは仙台市で142人石巻市で23人多賀城市で18人富谷市と登米市で9人角田市で8人東松島市塩釜市名取市でそれぞれ7人などとなっています年代別では10歳未満が74人4 10代が44人、20代が36人、30代が48人、40代が39人などとなっています。仙台市と栗原市の保育施設でクラスターが発生し、それぞれ8人と12人の感染が確認されました。園児のマスク着用の徹底が難しい場面があったということです。また、仙台市の70代の女性が、 死亡後の検査で感染が確認され、県内の死者は169人となりました。